どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は、普段、しゅんダイエルによく出てくださっている、みなみさん、いらっしゃるんですけども、お金のスペシャリストなんですよね、みなみさんって。以前、お金の授業っていうイベントに行かせていただいて、めっちゃ感動したんですよね。で、このしゅんダイエル視聴者にも、ぜひ知ってほしいと思って、授業をしていただきたいなっていうふうに思っております。というわけで、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、前回、就活相談をしていただいた佐藤くんも残っていただいて、一緒に授業を受けようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、それではですね、早速、お金の授業を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。まず、自己紹介をすると、みなみゆうきという名前なんですけども、世界最速で日経新聞を解説する男として、インスタグラムやツイッターなどで、情報発信をしています。はい。で、そもそもなぜ僕が日経新聞を解説するようになったかというと、とにかくお金が欲しかったからなんですね。何かというと、僕、もともと生まれがそんなに裕福な家庭ではないです。はい。3人兄弟いて、実家も狭いです。っていうので、もともと全然裕福な家庭じゃなかったがゆえに、お金に対するコンプレックスがすごくあったんですよ。だから、お金ってなんだろうと思って、お金ってどうやったら増えるんだろうってずっと思ったんですね。うんうん、だからそういう世界とか、そういう家族を少しでも減らしたいなと思って、お金に対する正しい知識をつけてほしいと思って、日経新聞っていうのを使って、みんなに分かりやすくお金、経済、投資、企業っていうのをいろいろと分かってほしいなというふうに思っているという時代でございます。なるほど。ちなみに、皆さんご存知、旬ダイアリーで結構、みなみさん出てると思うんですけど、これ一切より僕たち、ギャラを払ってるか、お金を払ってるわけじゃないですよ。はい、旬からもらった今までのギャラ合計はこちらです。ダン0円。なんで払わなくていいのかとか、お金とはみたいなところも、今日はお話ししていただけるそうなので、お聞きできたらなっていうふうに思ってます。そうですね。で、まあ、結論から話す僕は、お金のことを考えすぎて、お金では買えないものが一番価値が高いということに気づいたんですよ。だから、人と人とのつながりとか、社会的に意義があること、社会の幸せになること、これこそがお金の姿なんだっていうふうに気づいたんですね。だからお金なんかもらわなくても社会的に価値があることであればやるし、困ってる人悩んでる人がいたらその人を助ける、これこそがお金より大事な価値なんだっていうことに気づいた。すごいね。だからお金についてずっと考えた結果そこに行き着くっていう。だから僕は旬からお金はもらってません。だから悩んでる学生若者が少しでも勇気になる動画になったらいいなと思って僕は協力をしています。ありがとうございます。ありがとうございます。では、早速で授業を始めていきたいと思うんですけど、まず最初に、そもそも僕は投資家でもあり、企業家でもあると。投資っていう言葉を聞いて、どういうイメージを持ちますか？自分のお金を誰かに預ける。なるほど。僕は、リスクを取って、お金を誰かに渡して、10のリスクを負って、100のリターンを得るようなことに、お金をかけるっていうイメージです。じゃあ、感情で言うと、ポジティブな感情かネガティブっていう感情で言うと、どっちですか？世間的には、ネガティブというか、汚いっていうような見られ方もするんだろうなと思います。世間一般の常識では、投資とかお金とかは、怖い、よくわからない、なんか騙されそうっていうネガティブなイメージの方がすごく先行してると思います。まあでもそれは事実であって、投資っていう言葉を使って悪いことをする人はたくさんいるんですね。だからこそ、正しい知識を身につけてほしいっていうのが思いが一番強いですと。で、逆に、次の質問こちらだ。今日一日で何にお金を使いましたか？飲み物と食べ物と、はい、引き用です。なるほど。僕は、編集の外注費の振り込みと、移動費とカフェ代ですね。カフェ代、はい。こうですもんですと。買った水とか、買ったカフェ代とかって、何もないところから生まれましたか？勝手にムクムクと湧き上がってきましたか？そのエスプレッソコーヒーは。いや、湧き上がってきてなくて、ね、他の人が炭水化物で作ったものをお金を払って10日交換してもらったんです。そうです。要は誰かが起業して商売を作って、誰かが商売になって、その仕組みを作ったから、みんなお金を出せば水が買える、お金を出せばカフェが飲めるっていう仕組みになったわけですよね。うん、ってことは誰かが起業しているわけですよ。で、起業する上ですごく大事なのは、誰かが投資をしたから、カフェで使う豆の工場ができて、カフェで働いている人の人件費ができて、カフェを掃除する人のも雇えて、っていう、その誰かが投資をしたから、今、我々がカフェを飲めてるわけですよ。うん、要は誰かが投資をしないとこの社会が成り立っていないっていう意味で言うと、この社会全てが投資なんです。確かに。ビジネスで成り立ってるっていう。全てがビジネスで成り立ってる、うん。で、ビジネス成り立っているからこそ、それが持続可能でもあるし、さらに技術が発展して、より社会の幸福度が増していくと。うん、例えば、中学生ぐらいの時って、スマホを使ってました？ガラケー。ガラケーでしたね。で、ガラケーと今使ってる、例えば iPhone X とか11とかって、性能ってどうですか？
全く変わってる。もう全然違いますよね、はい、サクサク動くし、いろんなものが見えるようになるし、で技術っていうのはどんどん発展してるがゆえに社会の幸福度全体が上がってるわけですよ。もともとはめちゃめちゃいろんな時間がかかってガラケーで打ち間違えたらあっていう風にやったものが、今やフリック入力になったりとか音声入力になったりとかで、どん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 効率化されて、効率化されていくと社会全体が良くなっていくわけですよ。なので資本主義社会は誰かが投資をしてビジネスを起こしたことによって、それが成功していって社会全体の幸福が増えていくという構図になってるわけですね。だから実はお金って身近なものですよっていう話をしたかったっていう。なるほど。お金というと汚いイメージがあるけど、本質的には社会の全て。ああ、確かに。次の話はキーワードは3億円です。欲しい。で、何かというと、31歳だった僕が8歳だった頃がありますと、うん、ちなみに8歳だった頃の写真こんな感じで、ちっこいかきっかけがね、こういう風に成長するわけですよ、うん、でそれって経済でも実は同じで、突然ですが3億円欲しいですかと。欲しいです。欲しいですよね。で、3億円を簡単に得る方法があるんですよ。超簡単。なんだろうね、怪しい感じが。借り入れとか。それはちょっと中継編ですね。わかりました。僕、はい、行くよ、せーのでよ、はいはい、せーの、就職。ブブー。どっちも違います、ね、どっちも違います。もっと簡単、シンプルに言うと早くから投資を始める。だから要はタイムイズマネーとかです、はいはい、時間は資産、うん、さっきの通りガラケーだったものが iPhone12 になって、うん、めちゃめちゃサクサク高品質で技術が上がったように、経済も実はものすごく右肩上がりになるんですね、必ず、うんうん、僕が、まあ、8歳だった時代があります。それは1997年です。23年間ここにあるんですけども、23年間という時間があれば3億円ができますよって話です。何かっていうと、お年玉、小学生の時にもらいましたか。もらいました。ざっくり年間のお年玉いくらでしたか。僕は3万円ぐらいですね。なるほど。僕も2万円とかですね、うん、6歳、7歳、8歳の3年間合わせたらいくらですか。ざっくり10万円ぐらいですよね。まあざっくり10万円だとしようじゃない。でみんなもらえるじゃん、それぐらい、はい、年間3万円で3、4年間足したら10万円ぐらいありますよね、はい、ここで紹介したいものがアマゾン使い始めたのっていつですか。大学入ってからなので3年前とか。自分もアカウント作ったのは去年とかで、アマゾンが実は結構昔からあるんですよ。で当時アマゾンは赤字だったんですよ、はい、だから赤字の会社が生きて今後伸びるから俺らに投資しろよって言ったのがジェフ・ベゾスですね、うん。だからそんな生きってるジェフ・ベゾスに投資したらどうなったのかっていう話をします。上場したのが1997年です。1997年上場したってことは一般人でも買えるってことですね。1997年当時のアマゾンのサービスの様子がググったら分かるんですけど、もう本当に使いづらそうな雰囲気で、本当にこんなサービス見れる未来あんのかっていうぐらい証券会社とかといろんな投資家とかから馬鹿にされました。ただそのアマゾン株は実は毎年毎年赤字だったけど、赤字の理由はアマゾンが投資をしたからなんですね。アマゾンって今いろんなサービスありますね。例えばアマゾンプライムでいろんな動画が見れたり、翌日にすぐ届いたりとか、めちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか。それはアマゾンが投資をしたからなんですよ。だから毎年毎年ずっと赤字だったんですよ。だからさっきの投資の話にも通じるけど、身の回りにある商品は誰かが投資をしたからサービスがありますよって話ですよね。なるほど。だから投資をして、はい、新しい商品サービスを作りまくったと。でもちろん失敗例もあります、うん、ただ成功例もたくさんあります。その成功例によってどん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 株価は上昇しました、うん、で僕が言いたいのは23年間でアマゾンが何倍になったのかって話をしたいです。何倍だろう。まあこれはとんでもない数なんでしょうね。問題的にね。ざっくり言うと日本の、まあ、平均は年間 5% の成長ですね。へー。だから20年間だと、まあ、5+20 でざっくり 100% になりますね。だから2倍になると、ざっくり20年間2倍になるっていうのが、まあ、日本の平均の大企業の平均はね。だから 5% よりも上回ったら、例えば 8% とかいうパフォーマンスを出したら、この投資信託すげえってなる。へー。 8% を毎年ずっと続けるとすごいことになる。なのでみんな 8% とか目指すっていう。何倍ぐらいだと思いますか。アマゾンは200倍ぐらい。そうね、それ10倍とかじゃないですか。10倍ね、うん、正解発表します。でるる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 るでん3300倍。俺200倍って言いすぎって思ったけど。つまりすごい、すごい。今僕が聞いた話は8歳時点の10万円。10万円ですよね。これ10万円がマジっすか3300倍になるので、この10万円がなんと1997年から2020年にかけて3億3000万円です。タイムスリップした。夢がある。要はできるんです。だって8歳時点10万円ってあるじゃん、みんな。だから今も僕が3億円持つって簡単なんですよ。確かに。ただし僕はずっと貧乏でしたと。
で、お金について考え始めたのは24歳頃だったので、もちろん8歳の時点では投資をしていません、うん、だからこんな結果には僕はなっていません。なるほど。だからもうそれこそシュン君が今言ったタイムマシンがあればっていう話になってくるんです、うん、しかし現実にタイムマシンはないないですよ。これが面白いところ。タイムイズマネーって過去には戻れないから今全力で取り組もうよ、アンドお金では買えないんですよ時間は。だから僕はお金では買えない価値があるものにものすごく注目してるって話をしましたね、はい、だから僕にとっては時間なんですよそれが。過去には戻れない。だから若者には後悔をしてほしくないと思ってる。だから就職活動のアドバイスもするし、人生に迷ったらもちろんアドバイスもするし、僕の持ってるノウハウも全部公開するし。じゃあ投資するのってお金だけじゃなくて時間も投資のものってことですか？そうです。お金と時間の投資をどうするかっていうのがすごく大事ですし、なんなら時給制のアルバイトでいうと、例えば1時間1000円のカフェのバイトがあると、まあ、1時間の価値が1000円ってことになりますよね、はい、お金と時間っていうのはかなり密接に結びついてる。でただ、まあ、これは深い話なんですけど、時間型の労働をしていると永遠に貧乏のまま。だから時間ではない働き方と稼ぎ方をした人が金持ちになっていくっていう、こう、社会の構図になっているっていう話です。投資するための、そのお金どこに割くかとか、時間どこに割くかっていうのを知りたいなっていう。そうです。だからそこをミスらないように気をつけてねっていうので、就職活動の発信をしている春大ありに協力してるわけです。ああ、なるほど。だからその方向性を見せなければ全員お金持ちになるわけです。だから、使う、時間とお金の使い道を間違えないようにしてくださいねっていうメッセージ。はい、質問があります、はい、どこに時間とお金を割けばいいんですか？そこは誰にも正解が分かりません、うん、だから面白い、複雑、難しい、だからやりがいがあるっていう、アンテナを張って情報を仕入れた方がいいよと、うんうん、でその一つの手段が僕は日経新聞だと思って、発信をしています。なるほど。情報も資産も、ね、もうそう、その通り。南さんは時間とお金を今どこにされてるんですか？おー日々インスタグラム、ツイッターで発信をしていて、うん、で発信したい時はノート書いたりしてるんで、とにかく世の中のためになるように、まあ税金、不動産、投資、株、うん、積み立てニーサ、イデコ、いろんな情報発信をして正しい知識を持ってほしいなというふうに思っている、うん、世のため、人のために時間を使ってるってことなんですけど、そうです。で、面白いことにお金っていうのはすごく不思議で、世の中のためになっている人のところに集まってくるんですよ。で結果的に僕はね、お金いりませんって言って発信してますけど、僕にお金集まってきちゃうんですよ。すごく不思議でしょ。お金来るんですよ、もうめちゃくちゃ言ってみてめちゃくちゃお金いらない、世の中のためになることをしたいって言ってる人にお金が集まってくるんですよ。これは本質ですね、社会の。だから逆にお金欲しいって言ってる人にはお金来ないんですよ。なんでですか？だからお金っていうのは社会の幸せの可視化したものだから、うん、社会を幸せにしてないとお金は来ないと。お金欲しいって言って社会が幸せにしない人はお金は来ない。まあ、確かに大義があって、誰かのためにやってる人のもとに人とかお金とか注目とかも集まります。そうっていうのに気づいたんですよ。僕それ気づいたのは28歳ぐらいにクラウドファンディングをした時ですよ。僕自身がポルシェ高輪ゲートウェイってお店があるんですけれども、そのお店を作る上で、まあ、いろんな人に本当にお願いをして土下座をしなくったわけですよ。結果的に、まあ、265人から500万円近くを集めることができまして、でお店がオープンできたって話なんですけども、その時にやっぱ思ったのは、自分が社会で価値を残してたりとか、自分自身が社会に存在する意義がないと人って応援してくれないって思ったんですね。だから要はお金って応援みたいなものなんですよ。自分にとっての残せる価値ってなんだろうってすげえ考えた時に、あ、俺お金をすげえ欲しいから日経新聞毎日読んでたよなって、うん、でじゃあこの経済毎日読んでるから分かりやすく話したらみんなに面白がってもらえて社会的に価値があるんじゃないかなって思って始まったのが、世界最速で日経新聞を解説する男っていう発信なんです、全部繋がってるんですけど、でお金が欲しいっていう気持ちがあるからこそ自分の特技を考えて、自分がオタクだったんですね。何がオタクかっていうと日経オタクだったんですよ。で毎日見るし、もうとにかく早く読みたいし、早く読みたいからいつ更新されるんだって毎日毎日ずっと更新したら2時ぴったりに更新されることに気づいたんですね、うん、あ2時ぴったりになったら日経出てるやんみたいな、あれこれだ、世界最速でやったら面白いんじゃないって思って読んだものを発信するようになったと、でなってくると、もう本当に世界最速で日経新聞解説してるので70億分の1なわけですよ。地球上70億人間いる中で僕が世界ナンバーワンなわけですよ、うん、だから世界ナンバーワンっていうのはやっぱり生まれてきた価値自分にもあるかもしれないなって思って、そこにも自信もついたし、うん、だからとにかくみんなにはもう70億分の1を目指してほしいと思ってる、うん、もうやり方によっては一番なれます。でそのいう世界ナンバーワンになって社会を幸せにしていればお金が勝手についてくる、うんうん、そうなんですね。世界一になることによって希少性が生まれて、はい、他の分野の一位の人にも会いやすくなったりとか、別の仕事に繋がったりとかってするっていうことですか？そうです、そうです、そうです、そうです。
例えば A と B っていう蕎麦屋さんがあったとして A も B も500円で一杯の蕎麦を売っていますと、うん、で A に関して言うとものすごく店主の愛想が良くてめちゃめちゃニコニコしていていつも来てくれてありがとうっていうふうに言います、うん、B の方はすごくオーナーが横柄な態度でなんでまた来たのかみたいな感じになってるし、接客もアルバイトで日本語が喋れないような外国人の方がいたりとかして接客も雑、調理も雑だとします。この同じ500円で蕎麦を買うなら A と B どっちがいいですかって単純 A ですね。だから要は応援でもあるんですよ。 A の店主に頑張ってほしいからこの店で蕎麦を食べるっていう、うんうん、お金っていうのはある意味応援であるって。なるほど。今の南さんのお話から自分のお金と時間をどこに割くか考えることってすごい大事だなっていうふうに思ったんですけど、具体的にどういうふうに考えればいいかとか具体的なアクションプランとかってありますか？わかりました。まず最初に時間の話をするとシンプルに言うと尊敬する人を見つけましょう。で尊敬している人から盗みましょうっていうのが一番。だから常に日々生きてる中で尊敬できる人っていうのを探すっていうことをするといいと思います、うん、でその尊敬できる人の何が尊敬できるのかっていう部分を要素を分解して徹底的に真似するっていうことをするといいと思います。で尊敬というのは自分の価値観に近しいものなので、うん、じゃあ自分の価値観って何なんだろうなとか自分の幸福って何なんだろうなっていうのを考えるようになると、うん、いろんな人を見る目を養ったらいいなというふうに思ってます、うん、僕はキングダムの主人公のシンを尊敬してるんですけどなぜ正義感があることとまっすぐで正当なことをやったら人はついてくるし成果は絶対ついてくるんだなっていうのを歴史上から学べるというか、はい、そういう点でやっぱまっすぐ生きようっていうふうに思わせてくれる点で尊敬してます。とてもいいですね。だから自分自身が何行動に迷った時もこれはまっすぐなのかどうか、はい、とか真だったらどうするかっていうところを振り返って行動の軸になるじゃないですか、うんうん、なんでどんどんそれはやった方がいいし、はい、まあ、シーン以外にもいろいろ見つけてみてじゃあ本当に自分の尊敬するポイントとか自分の人生の将来やりたいことって何なんだろうっていうのを肉付けしていくといいかなというふうに思ってます。みなみさんの尊敬する人はめっちゃいます。すげえいっぱいいます。絞りに絞って2人に絞って言われたら1人目は聞くみ投信を運営している藤野秀人さん、はい、この人がいろんな本を書いてくれていて、うん、投資お金の正しい知識をいろんなところで発表してくれてるんですね、うん、その人のおかげで僕は24歳ぐらいから投資を始めることができまして、うん、社会の見方が変わって時間の使い方が変わって人生ものすごくハッピーになったのでもう一生の恩人ですね藤野さん。なんで藤野さんの本は読んでくださいって話と、うん、だから2人目は三田紀房先生っていう僕がすごく尊敬してる漫画家の方ですね。ドラゴン桜の人です、ね、ドラゴン桜とイベサセットを書いた作者の人挙げるならこの2人。その2人の本の中で特におすすめな本とかありますか？はい、まず藤野秀人さんの本は基本 Amazon で検索したら全部読んでほしいですもう全部端から端まで全部読んでほしい。信者だ活字ものすごい量読んでるんですね僕は。そんな中でもめちゃめちゃおすすめって言える自信持って言えるぐらいおすすめなんですよ。投資家みたいに生きろって本読んだんですけどそれは藤野秀人さんの中で4冊ぐらい読んだんですけど一番僕の中では良かったです。なるほどなるほど、はい、じゃあ三田さんもそうですか？三田さんも、まあ、もちろん全部読んでほしいんですけどもし時間がないんであればインベスター Z の1から3巻を読んでください。で1冊あたり5、600円ぐらいですね、うん、で、まあ、1800円ぐらいですよ。でなおかつ読む時間も、まあ、1冊あたり20分ぐらいじゃないですか。だから3冊で60分ですね。60分と1800円の投資でそれだけで一生使える知識が身につくんですね、うん、なんで必ず読んでください。もし 1,2,3 が読んでつまんなかったって思ったら僕のセカンジのインスタにメッセージください。でちょっと議論しましょうインベーサー Z の第3巻を、まあ、24歳の2014年に読んで、うん、トレダビっていう無料のスマホアプリが出てくるんですね、うん、何かっていうと架空の1000万円を実際の株価で運用できる、うん、なんで今1000万持ってますか？持ってない持ってないですよね、はい、でもスマホアプリで1000万円ゲットできるんですよ架空の。でその架空の1000万円をじゃあどこに投資するかっていう実際の株価で買えるんですね。例えば日本の株って100株から買えるんで、うん、例えば任天堂は57,000円、その2は9,000円だったりとかかける100なんで、まあ任天堂は570万円なんて買えないし、ソニーは90万円なんて買えないわけですよ。ないですよね、570万円なんて、うん、だけどその架空のスマホアプリなら買えるわけですよ。なるほど、練習になるっていうことですね。練習になると。で実際に日々の株価の値動きとかが見れると、上がる日もあればもちろん下がる日もあると、うん、それが動きがどうなるかっていうのを長期的視点で見てほしいっていうのが思う、うん、なんで皆さんスマートフォン持ってますか？持ってます。 Wi-Fi 持ってますか？持ってますなんで今すぐスマホアプリのトレーダービっていうものをダウンロードしてください。そしてその1000万円を使い切ってください。その1000万円を使い切る上でじゃあどうやって投資先を選ぶかっていうと、それは応援なんです、うん、自分が応援したい企業
で、応援したい商品、サービスを作っているかどうかっていうところを意識して考えてみてください。例えば佐藤君、好きな飲み物ありますか？カルピスです。カルピス、カルピスっていうのは今は朝日のものになってるので、例えば朝日のじゃあ株価がどうなってるかっていうところを見たりとかするといいと思います。ちなみに他に情報収集とかで使ってるおすすめのアプリとかってありますか？はい、時間にうるさい宮城が1時間半必ず使うものがあります。何かというとテレビ東京ビジネスオンデマンドです。こちらです。こちらは月額制です。テレビ東京の番組が見れます。何がいいかというと2倍速ができる上に全部 CM がカットされているので本編だけ見れます。例えば WBS って1時間番組なんですけど、1時間番組の CM が全部カットされているがゆえになんと本編46分間で終わります。その46分間をなんと2倍速できるので23分間で全部見終わるんですね。で、23分間がない人いますか？いないです。23分がない人は絶対いないですね。ちなみに WBS の良さって何ですか？ WBS は、うん、まず僕が一番おすすめしたのは日経新聞なんですけど、日経新聞ってやっぱり文字だけなんで、たまに写真みたいな理解しにくいんですよ。社会の授業とか思い出してほしいんですけど、歴史の授業とかってなんか文章で書いてあるとよくわかんないけど、資料集で写真でバッて見たら絵として覚えられるじゃないですか。確かに。なんで起こってる経済のことが絵でわかるんですよ。動画でわかるんですよ。なんでものすごく価値があるし、やっぱり取り上げるニュースの質とかコメンテーターの質とか全てがとってもう一級品、日本でナンバーワンだと思います。僕は経済に特化してるってことですか？経済っていうのを軸に社会の全てを教えてくれるっていう構図ですね。しかも他にもいろいろ番組ある。そんなたくさんある番組が2倍速で見えて CM カットされていて素晴らしいコンテンツを見れるお値段がいくらだと思いますか？3000円とかです。正解は500円です。500円。たった月500円。月500円が払えない人いますか？週に100円払えない人いますか？はい、佐藤君、週に100円払いますか？全然払えます。払いますね。じゃあ1日に23分間ありますか？あります。だから月500円で1日23分間 WBS を2倍速で見てほしい。これがまずアクションプラン。そう、1で絵で見て理解していくと、そのうち文字も気になるようになるんですよ。なんで絵で見て理解した上で日経とかの文字に入っていくっていうのがすごくおすすめです。その習慣がついたらまた次に呼ばれてほしいなというふうに思ってる。就活生もその世界の情勢とか企業の例えば ANA が新卒採用を停止するとかいうのを一番早く分かりやすく信憑性高く知れるっていうのは本当にいいなっていうふうに思います。はい、超おすすめです。じゃあ今の大学生はアクションプランとして、はい、テレ東オンデマンドを登録したりとか、はい、本を読んだりとか、はい、っていうことに他にもしあったら、あと最後にもう一個だけいいですか？はい、それは証券口座を開設するんです。証券口座ですね、実は日本を代表する2大巨頭がありまして、そちらがこちら1個目が SBI 証券で2個目が楽天証券です。この2つです、うん、でこの2つは何がいいかというと、すべて非対面式でネット上で完結しますと、うん、ネット上で完結するから変な人件費がかかってないんですね。なるほど。なんで手数料が最安い。株を買いたいと思ったら必ず証券会社を通さなくてはいけない、うん、必ず証券会社の中で最安値の手数料で、なおかつユーザーも日本で一番多いと、うん、だったらもうこれ使わない理由ないでしょ、うん、他にないんだもん。だって日本でできる投資の中で一番のベストな道が SBI 証券と楽天証券、この2つ、うん、これはもう2つともめちゃくちゃいいサービスなんで2つとも押します。ちなみに大学生で投資してる人、はい、本当数パーセントだと思うんですけど、いないですね。大学生から株式投資とかした方がいいと思いますか？はい、した方がいいです。めちゃ明確な理由があって、株式投資は正直ハードル高いです。なぜならさっき言った通り任天堂を買うには約600万円必要ですと、うん、600万円ないですよね。だけど投資信託を買ってほしくて、投資信託っていうのは自分のお金を預けるから投資信託を運用してるファンドマネージャーというですね、うん、ファンドマネージャーに対して元気玉を集めるイメージです。こうやってバーって元気玉集まって、オラに力をみたいな、うんうんうん、元気玉を持ってオラーって言ってマジブルを倒すみたいな感じの、全然わかんなかった。でもまあみんなからちょっとずつちょっとずつ集めたもので、はい、より巨大な社会を作っていくっていう。じゃあ少額からできるっていうことですか？少額できます。投資信託は100円からでできます。まとめて言うと、まず今のできることからちっちゃく始めることが大事っていうことですね。なんで僕がこんなに言うかというと、要は習慣の話なんですよ、うん、例えば、まあ、某ねハンバーガーチェーンのハンバーガーを毎日食べ続けたらどうなりますか？太いですよね。じゃあなおかつ歯磨きをしなかったらどうなりますか？臭いし虫歯になりたい。虫歯になる。要は日々の習慣がその人を作るわけですよ、うん、なんで習慣として
ジャンキーなものを食べ過ぎないとか、基本健康的なものを食べるとか、歯を磨くとか、そういう習慣があることによって健康的な体が時間がコツ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 積み重なってできてることじゃないですか。体の知識に関しても投資に関しても全てはコツ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 した積み重ねなんですよ。日々の習慣で、日々の習慣の何が効果があるかって、例えばね、大学生月3000円って持ってますよね。例えば佐藤君、コロナ前とかで飲み会で1回だったらいくらかかってました？3000円から4000円ぐらいで、最低でも月に1回もありますよね。はい、3000円でまずはいいんですよ、投資って。3000円投資して、それが例えば 1% 増えた、 1% 減った、例えば3030円になりました、2970円になりましたっていう風に 1% 増えた 1% 減ったんですよ。たった30円増えた、30円減ったですけど、じゃあなんで30円減ったのかっていうの気になると、っていうので、前日の動きを見てみると、あ、なんかアメリカでなんかこれこれこういうことがあったらしいぞと、実はトランプさんとバイデンさんがこんなことを話したらしいぞみたいな、っていうので社会に興味持つようになるんですよ。だからこれは30円って価値じゃなくて、それを知ろうとする、知識をつけようとする習慣が身につくんですよ。その習慣があるだけで、ゆくゆくとんでもない人になると。毎日ハンバーガーを食べ続けて不健康になっていく人と、毎日健康的な食事をして健康して幸せとか積み重なっていく人、この幸福度がどん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 下がり合っていくと、このちょっとした差っていうのが日々の習慣、これが月3000円なんですよ。なるほど。だから 1% 上がって下がった、30円上がって下がったらどうでもいいんですけど、それに対して社会に疑問を持つっていうのがすごく大事。確かに、お金の額とか時間の長さではなくて、まずは自分ができる範囲から始めることによって、そうです、10年後20年後、そうです大きな差が生まれる。そうです、ちょっとした差が大きな差になるという感じですね。お金で買えない TIME って話がありまして、これはお金の極意っていうイベントで話したんですけど、それ紹介してもいいですか？はい、お願いします。僕がこれを毎回言ってまして、これちなみに僕のオリジナルです。何かっていうと、まず僕が伝えたいことは、何度も言ってると T、 なんか分かりますか？タイムと、タイムイズマネーで、タイムマシンはありますか？ないです。ないですよね。だから今できることは今やろうと、いうのがお金で買えない資産ですね。タイム、次、愛、感動です。感動、要は人に感動を届けるためにやってるんですよ。これってお金で買えないんです。例えばラグビーワールドカップ2019年にありましたけれども、そのワールドカップの優勝っていうのはお金で買えますか？買えないです。南アフリカ代表が優勝したんですけど、南アフリカ代表のキャプテン、シアコリシっていう黒人がいて、南アフリカの歴史の中で初めての黒人キャプテンだったんですね。彼が生まれた家庭ってすごくて、小学生の時になんと年間200円ぐらいの学費が払えなかったんですよ。そんな家庭のに育ったシアコリシがどん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 成長していって、世界ナンバーワンのキャプテンだったんです。これってお金で買えますか？買えないです。結果を出して感動を与えるっていう、感動はお金で買えない、これインプレッションですね。次、M を飛ばして E の話します。E は何かっていうと、これがトレダビです。トレダビは架空の金ですよね。架空の金ですけど、得られるものは経験。これはエクスペリエンスです。いや、マジそうだな。宮根さん、いいこと言う。確かに経験はお金に換えないですね。そう。本当に。僕がトレダビをやろうと、あとは投資信託で月3000円でも少額でもいいから投資をしようって言ってるのは、経験が得られるから。はいはい。この経験ってお金で買えません。8歳の自分に経験させてあげるってことはできないんですよ。はい。なんだろう、M、これも日々のコツコツ。あ、マッスル。はい、正解、マッスル。マッスル、僕がめちゃめちゃ鍛えてですね、こんなデブだった僕がじゃんこんな感じでね、バキバキに腹筋割ったわけですけど、なぜ鍛えてるかっていうと、理由があって、お金にすごく近いんですよ。なぜかというと、コツ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 積み上げたものが莫大な資産になるっていう。筋肉って本当に1日でつきますか？もう日々のコツコツした努力がないと絶対にできないわけですよ。だから日々努力をすることによって大きなリターンが得られるっていう習慣がつくわけですよ、これが投資信託とかコツ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 積み立てるっていう資産形成とかに全てに響くわけですよ。要は筋肉はお金では買えないよねと。で、日々の習慣をとにかく気をつけようよって話ですね。筋トレしたらやっぱり生産性とか上がりますか？上がります。なぜかというと、筋トレをすると人間関係が変わるんですよ。筋トレをすると食生活にすごく気をつけるようになります、で、外食っていうのは全て脂質がほぼ入ってるので、油ってほんと取りたくないんですよ。なので外食をしなくなるんですよ。っていうので時間の使い方が変わる。南さんって飲み会行かないんですか？飲み会絶対行かないです。行かないんですけど、めっちゃ選びます。これは絶対行った方がいいなっていうふうに思うものだけに集中していくので、もし飲み会に行ったとしても、僕はマジで鍛えてるんで飲み会行きません、だけど今日は来ましたっていうと重みが違うんですよ。確かに。だから成功するんですよ。だから成功するんですよ。確かにな。だから相手もめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。鍛えてる人は人付き合いをすごく気にしてます。で、ね、時間の使い方が変わると。だからマッスルと時間が密接に関わってくるわけですよ。
めっちゃ説得力ある、ね、まああといろんな要素あるんですけどね。例えば筋トレもすごく辛いことなので、うん、辛いことから逃げないとか言い訳をしないとか、うん、あと大人になったら怒られる経験ってしないわけですよ、うん、だけど筋トレでは行かなかったら怒られるし、自分が手を抜いたら怒られるわけですよ、うん、っていう怒られるっていう経験をするわけですね、うん、それで自分の人生を振り返るっていうこともするんですよ、うん、ああちょっと怒られてこなかったなみたいな、っていういろんな要素が詰まりまくってるんですよっていうね、この僕が伝えたのはこのお金で買えない TIME。 いやー勉強になるわこれは復習のためにじゃあ復唱してください、はい、いきますよ、はい、じゃあ T Time is money、 I Impression、 M Muscle、 E Experience。 はい、この4つを必ず覚えて日々の習慣を見直しましょうって話ですね。そしたら簡単にお金持ちになれる。もっと詳しく知りたい人は僕のインスタグラム、SNS のアットマーク、成果日、アンダーバー、アンダーバーをフォローしてもらえたらすごく嬉しいです。で、ちなみに僕は1円も取ることを絶対にしないです。ご約束します。すべて無料で公開します。それが僕のポリシーだから。なんかかっこよく見えてる。ということで皆さん、魂の授業をしていただいてありがとうございます。はい、ギャラは1円ももらっておりません。ありがとうございます。ちなみに皆さん、これからも南さんのこのお金の授業、まだまだいっぱいあるので、はい、好評だったら小出しにしていきたいなと思ってて、で、下の概要欄に南さんの SNS の各種リンクが貼ってあるので、よかったら皆さん見てみてください。はい、必ず、インスタグラム、ツイッターをフォローしてください。お願いします。お願いします。ということで、今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな、じゃあな。お金は大事だよ。お金は大事だよ。